大国鉄 HID 型ディーゼル機関車は1993年に製造された大国有鉄道の電気式ディーゼル機関車である。その車番から4500型と呼ばれる場合もある。1990年代初頭の大国鉄では、ALS 型をはじめとする ALS 系や GE 型といった電気式用型ディーゼル機関車が主力として活躍していた。これらを拡充すべく、 従来機の高い性能をさらに上回る新鋭機として1991年にゲア型と同時に発注されたのが本形式である。そのためゲア型と同等の性能を持つが、出力はゲア型の2500馬力に対して本形式は2860馬力となっており、わずかではあるが本形式の方が出力が高い。なお、本形式は日立製作所が製造した。 最も新しいディーゼル機関車となっている。箱型の車体をしている。前面は三段に折れ曲がっており、地面に垂直な面に全消灯及び微灯が設置されている。全消灯は窓状にも設置されているほか、さらにその上には大本が埋め込まれている。また、深く丸い屋根も特徴的である。近年ではライトが LED 化された車両も現れている。 新型客車塗装の4507号機、ライトが LED 化されている。登場時の塗装は全面が黄色で、ライトが設置されている部分に赤い帯が巻かれ、側面は青色です。部に赤い帯が配されているものだった。2010年前後から他のディーゼル機関車各形式には全く新しい塗装の車両が出現しているが、本形式は旧塗装が 他の形式に比べカラフルだったこともあり、登場時の塗装をアレンジした塗装が新塗装となっている。しかし2016年に中国駐車制の新型客車が導入されると、それに合わせた塗装に変更された車両が現れた。ただし、新型客車塗装の HID 型が他の客車を牽引することがある一方で、他の塗装、形式の機関車が新型客車を牽引することもあり、 新型客車塗装の車両が必ず新型客車の牽引に充当されるわけではない。導入当初はゲア型が急行列車や快速列車に投入されていたのに対し出力が若干大きい本形式は特急列車に投入されていた。2020年現在でも貨物専用機の CSR 型を除いて最新型のグループに入りまた出力も最大である本形式は 新型客車をはじめとする優等列車の牽引を主に担っている。本形式及びほぼ同時期に製造されたパキスタン国鉄ファ -20K ディーゼル機関車以降、日立製作所はディーゼル機関車を製造していない。AB、旧塗装、新塗装、新型客車塗装などの名称は日本のファンの間で汎用的に呼ばれているものであり、大国鉄の正式名称ではない。 大国鉄の DLHID 型。大国鉄ともの会。2021年10月8日閲覧。ありがとうございます。